になったらなった確かに確かに確かに本質的なこと言いますよ。わぁ注目だ、相当な面白いな。この番組はこのスポンサーの提供だ。お疲れ様。福岡に今日も来てまいりまして、ようこそ。そうなんですよ、まあ、今年、まあなんか毎年来てますね、冬。まあちょくちょくね、こうなんかこう、ワンが来ると季節変わったなそういう、なるほどなるほど、四季と共にやってくる確かに、風に流されてるって言うから、そう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 、季節変わったんだ、そうそうだ、年変わったんだみたいな感じで、ね、今日はまたこの2人でお送りしてまいりたいと思うんですけれども、はい、毎月リフ講師のゲストのリーさんのもんでございます。そしてはい、ご質問のリーです。はい、ありがとうございます。この挨拶も慣れたもんでございますけれども、うん、そうですね今日はですね、はい、どんなテーマでお送りしていくかと言いますと、うん、はい、これね、よく言われるんですよ、うん、ミックスボイスの感覚、うん、あー、感覚ね。そう、ミックスボイスを出している時の感覚ですね、うん、これ理屈うんぬんじゃなくて、そう、もうどういう感覚やねんっていう、そう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 、に関してお送りしたいと思いますいきましょう。これ結構大事です。大事だし、いやもう皆さん絶対気になってるんですよ、うんうん、なぜなら先生が専門家だから、はいはいはい、専門家だし、その、うんうんうん、医学的な見地もありながら、確かにそう、シンガーとして の、 その感覚と、うん、そのお医者様としての理屈というのは、はい、そうです、多分、うん、似て非なるものというか、確かに確かに、下手したらあの対局かもしれないぐらいの可能性をはらんでるじゃないですか。うん、で、かつ、まあ、僕はあのボイストレーナーで、確かにそうですよね、シンガーという側面もありみたいな。しかも最近、こうメキメキとこう腕をね、そうなんです、上げて、ありがとうございます。この感覚が研ぎ澄まされた。どんどん。そう、ミックスをメタ認知してきてるんで、そうそうそう、このね、闇から抜けていこうとしたのばっかですから相当ね、研ぎ澄まされてるんで、いや、そうそうそう、これみんな今聞いた方がいいんですよ。いや、そうなんです、言語化には自信がある日記なので、そうなんです、2人ですけど、そうです、多分4つ5つあるんで、検知がなんか何かしら被るでしょ、さあ確かに非常に大事なところなんで、うん、あのミックスボイスこれから習得したい方とか、うん、に関してもあのすごくこの動画はすごい参考になると思うので、ぜひ最後までご覧いただけると嬉しいかなと思います、はい。こんな感じで、このチャンネルでは日々、発生関係の話とか、ボイトル関係の話とか、させていただいておりますので、まだチャンネル登録をお済みでない方は、この機会にぜひよろしくお願いします。じゃあ、行っちゃいましょう。じゃあ、早速行きたいんですけど、行きましょう、行きましょう。まあ、最初に言っておきますけど、うん、打ち合わせしてませんからね。そうなんですよ。でも、ちょっと、小道具がね、見えてる。小道具が見えてる。見えてる。今までないやつ。見えてる。これ何ですか、これ。これはですね、さっき僕がダイソーで買ってきたホワイトボードです。ダイソーでね。ダイソーで、そうそう。買ってきたんですよ。なるほどなるほど。そうそうそう。ちょっと2カメなんかもですね、あの用意して。なるほど、いいですね、これね。これ、いいんですよ。お値段以上の感じ。いや、感じ、そうなんですよ。あの、でも、多分これ300円ぐらいしてるんですけど。あ、ほんとですか。ダイソーでもいいやつですよ。そう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 。立てれるやつなんですけど。ど、お用意しまして、はい、まあ、打ち合わせしてないもんですから、うんうんうん、まあ、ね、よくありますけど、書いて、あ、う、あ、んうん、みたいな。なるほど。出して、はい、わあ、うんうん、これどういうことなのみたいな。そうです。まあ、そういう感じでお送りしていきたいなと思っておりまして、まあ、一応皆さん、この動画をご覧いただいてる段階で、まあ、あの認知は知ってるとは思うんですけど、ミックスボイスって一応何か説明しておくと、うんうん、まあ、あのすごい簡単に言うと、うん、高い声を地声のように出すような発声みたいなぐらいのイメージ、はい、まあ、皆さん憧れる方多いかなと、うんうんうん、まあ、歌手の方があの、うん、うまく歌ってるところ の、まあ、あの根源の一つというか、はい、まあ、そのとこになります。そういう特殊な、はい、特殊じゃないけどもそういう発声ですよね、はい、そうですになりますが、その時の感覚ですね。そうです。まず、うん、ルール設定としては、まあ、一旦ここ2人が、はい、まあ一番一言で言うならこれかなみたいな言い方、うんうんうん、なるほど、自由なフリーに、うんうんうん、説明していきたいかなと、はい、ここに書いていきたいかなと、はい、ここに収まる程度に、はい、思っています、はい、で出して、うん、まあちょっと詳細説明、なるほどなるほどなるほど、こういう感じでいきたい、いいです、一旦、うん、で必要だったらもうちょっと枝分かれさせて、そうです、いろんな言い方していくみたいな、確かにいいです、一回で終わっちゃうかもしれないし、まあ今のところ僕まだ喋ってないんで、そういろいろこうセーブしてます、あー、オッケー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 そうですよね。そうですよね。ありがとうございます。はい、で、一旦フリーで、2人が一番、まあ、こうかなって思うワードでまず書いていきましょうか。はい。はい、オッケー。じゃあ、シンキングタイムというか、書いていきましょうか。はい。いいですよ。そうねー。そうねー。まあ、いろいろあるんだけど。いろいろあるんだよなー。まあ、これかなっていう。はい。はい。はい。まあ、皆さんにわかりやすい方がいいですよね。まあ、哲学的でもいいですけどね。それはそれで面白いから。例えてもいいんでしょ、別に。あ、例えてもいい。なるほど、なるほど。全然大丈夫。全然大丈夫。はい、自分が一番出してる時に思ってる感覚。うん。これかな、僕はまあ、これかなって思ってます。あ、本当ですか、わかりました。はい。で、これ、せーので出します、うん、終わりましたよ、皆さん。あ、じゃあ、行きますか。はい、じゃあ、行きましょうか。せーの。ドン。ドン。こういう感じです。映ってるかな、あー、なるほど。
整った地声です、ね、あこういう、ね、こういうこういうね今みたいな、ね、今みたいな、なるほどね、あなるほど今のも3ついやいや確信ですよねそれはなるほどなるほど、なんかあれですよね、まあフォークの方がちょっといいこと言ってますか、ね、いやなんか先生すごいですね、ちょっといきなりボケた感じがでもこれが一応思ってですねうんうん、いやこれはね、いや僕がミックスボイスを、はいはい、まあ、今回今こう出したい人が多分見てると思う、ああ間違いない、どういう感覚って最初におっしゃったんで、で出したかっていうところに一応最初フィーチャーしてそうかそうか見てみようかなと、あいいですねいいですね、うん、ある種つかみどころがないから、そうそう、あじゃあ僕、うんうん、じゃあ、うんうん、先生後でちょっと説明します、わかりました、僕一旦説明していいですか、うんうん、はいはい、まあ、僕整った地声っていう回答にしたんですけど、うんうん、なんだろう、僕別の動画でも何度か言ってるかもしれないんですけど、なんかミックスボイスって皆さんそのなんか特殊な技術みたいなことで思ってる人も多いし、まあ、実際そういう側面もあると思うんですけど、うんうん、思うんですけど、いざ出せるようになってみたら、まあ、なんか何かをこう切り替えたりとか、なんかなんかね、混ぜ混ぜ混ぜしてみたいな、裏声があってみたいな、そういうのなくて、ただいい声出してるだけみたいな、そうそうそう、楽だね、楽で強くもなくて弱くもなくてみたいな、つまり整ったベースなんですよ、ベースが発声のベースの、あーそう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 、基地みたいな感じ、そう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 、何にでもなるやつみたいな、そう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 、ホットケーキミックスみたいな、何にでもなりますよこれが元にしたらみたいな、そういうところなんで、でそれは別になんか感覚としては裏声ではないんですよ、うん、感覚としてはですよ、はいはい、もちろん高いとこ行けば行くほど、うん、その裏声っていう感覚になっていくこともあるし、裏声感覚で出す人がいてもいいと思うし、うん、そういう感じもまあ分かるんですよ、うんうんうん、これでの感覚で出してる時に、はいはい、裏声感覚っていう人がいるのも分かる、いるのも分かるっていうイメージなんですけど、うん、まあ、僕はこうの方がいいと思ってるし、指導の時もこうしてます、でもこれはね、分かった人の回答ですまさにそれでいいんです、あーよかったよかった、よかった、安心した、これはね、よかったよかった、僕はなんかこう生体振動にちょっと、まあ、フォーカスして、あそうか、これをじゃあ広げてみると、はいはい、やっぱりね、はい、そうなんですよ、その、まあ、地声、ミックス、そして裏声っていう3種類それぞれですね、生体振動のフォームが違うんですよ、セイク、ね、まあ、それをセイクだと言うんですけれども、はい、ただ地声ベースで考えるのであれば、うん、その地声をよりこう、整わせていくというか、はいはいはい、そうした時にやはりミックスボイスに、おお、うんうん、合ってんだじゃあ、つまり、まあ、声帯 の, その、まあ、いわゆるこの振動のパターンなんですけど、はい、あはいはい、まあ、振動として要するに声帯がピタッとくっつかせていくと、うん、まあ、こういう意味で言うと、はい、やはり、まあ、地声とミックスというのは共通点がありますし、あ そ, うか、それでもってですね、はい、その音色を地声のように聞かせているわけですから、はいはいはい、でよりその効率の悪いというとあれですけど、うん、まあ、その力の強い地声をより整わせていくという、はい、まあ、このやり方と、まあ、特に、ね、男性 の, このポップスというかロックとかではですね、よりこの地声感を持つこと大事ですか、あそうですよね、すごくいいです、あよかった、無駄を削った感じというか、そのね地声からというか、うん、粗悪な状態から、そうなんです、ツルツルにしていく感じなんですよ、でその言い方としてもし整った裏声と書いてたら、うん、一瞬ちょっとピクッと、ああなんか整った裏声って書いた場合、うんうんうん、僕の認識としては整った裏声は整った裏声なんですよ、よく分かってます、ね、その通りです素晴らしい、裏声を整えても裏声が整うだけなんですよ、そうです、そう、裏声を磨くことはすごくいいことだし、そうそう大事なんですけど、それは何だろう、これを作るための一個の足掛けにしかならなくて、裏声は研ぎ澄ましていけば、うん、裏声にさらになってくる、そう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 、そういうことです、そうそう、なんかそうそう、より雑菌が消えたミネラルウォーターになってくるんですけど、掴んでるな、水は水みたいな、そう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 、水すごいです、ね、嬉しいわ、素晴らしい、嬉しい、よかった、何年もかかったけど、ね、そうですよ、すごいっていうのをでもここに、うんうん、これで表せちゃうんですよ、その感覚はいいんじゃないかな、よかった本当に、うん、じゃあこれ皆さんも、はい、僕は胸を張って参考にしてくださいって言えるかな、うんうん、し、はい、これからも同じことが言えるかなと思いますので、うんうん、ありがとうございます、はい、って感じなんですけど、はい、ちょっとこれ問題、ああなるほど、ちょっとこれですよね、これスーパー精神、これはですね、これは何ですか、これはもう本当に、はい、やっぱりこの、うん、ミックスボイスってのは、はい、今までなかった発声を作り上げていく必要があるわけです、そうですね、つまり、まあ、ボイストレーニングとかで、うん、こう、指導することによって、うん、あるいはその、頑張ってね、うん、その練習することによってできるようになっていくそうです、ね、ものなので、だんだん、ね、最初はできないですよ、できないです、最初はできないです、できないです、で、そうですね、できるわけない実感がすごいです、できるわけないって思う声です、そうなんですよ、そうす、だけどもできるようになった時が、うん、それが僕が昔漫画で見てたそのスーパーサイヤ人初めて悟空がなった時の感覚なんですよ、そう、要するにその、ね、結構やっぱりそのたけだけしいというか、はい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 、スーパーサイヤ人ってうわーってなるんかと思いきや、上になったらなったらスンとしてるんですよ、確かに確かに確かに、なんかこう静かな怒りというか、なるほどなるほど、結構静かなんです、
はいはいはい、うん、そっかそっか、あの感覚ってすごいなと。あ、じゃあ、うん、ちょっとなんかドラゴンボール見たことない人用に言うと、うんうんうん、意外とこううわーってああいう見た目になるんじゃなくて、そう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 、ってスンって感情性そう、これ前も言ったと思うんですけど、ね、そうですね、動画でね、でまあでも本当にこの感覚は、あ、そう、いつでも役に立つと思うんで、ぜひ、まあ、あ、今頑張ってまさにっていう時は、そうか、そのもがいてる過程も必要なんです。そうかそうかそうか、できたなって思う時は、うん、できたと思うんです。そうかそうか、これかって思うはずです。ああ、でもそれはそうです、うん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 、適合する感じがする。正解は自分が知ってるんです。確かに確かに、そうですよね。いや、そうですね、お手合わせをしてもらうことなく、うん、あ、これがミックスかって分かるんで。僕補足すると、うん、むずいのが、うん、そのミックスできたなってなるじゃないですか、うんうん、それがなんかスタートな感じというか、なるほど、なんかそこがゴールではないというか、うん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 、あ、ミックスってこういうことなんだなっていうのが多分こういう状態なのかもしれないですけど、よりこう磨いていくっていうか、そうそうそう、感じなんですよね。そうすると変じゃないっていうか、そうそう、だからスーパーサイヤ人がゴールじゃないというか、そう、そこからパワーを増せていけるんで、そうね、つまりより地声が磨きかかるんですよ。なるほど、まあ裏声とかもそうなんですけど、全体的な発声がレベルアップ、そうですね、うん、そこは実際にそうそうそう、だからまあ実際にそのミックスボイスだけで歌うわけじゃないから、はいはいはい、そうそう、まあ、これは大事なことです。そうです、大事なこと、大事なこと、こういうことかってなった時はスンってなる、スンとしてる、なるほど、スンとした佇まい、ああ、なるほどね、うん、じゃあなんかそのめちゃくちゃやってやるぜとか、うん、やってるぜみたいな感じで、うん、ミックスボイスという認識がある人はちょっと違うのかもしれないですね。全然違うかもしれない。いや、そうなんですね。いや、そうなんですよ。ちょっと控えしていきたい。そうそうそう。せっかく濁したそうそうそう。コンプライアンス気にしてるじゃない。バンされないように。そうそうそう。そうか、いや、そう、全然違うかもしれない。それは全然違うかなと思いますけど。僕よく言うんですけど、それはね、やってる感というか。そう。うん、だけど、その過程にいるときはそういう感覚あるんで。うん、そう。まあ、ね、諦めなきゃいいっていう感じです。そうですね、うん、全く違うっていうのはそのゴールにはまだ到達してないっていうことで、何かしらの練習になってるんで、うん、そうそうそう、いいんですけど、いい、そこではないよっていう感じ、うん、そうそうそう、それを突き詰めていってもその声がなんか、うん、よりこう凝縮されてしまう感じというか、うん、それがよりこう癖になっていってしまうので、うんうんうん、家庭の一個だと思う。そうです、いや、面白いな、なんかまず捉え方が違いました、ね、はい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 、面白い、もう一個ぐらいなんか、いや、もう全然何個でも OK。 じゃあ先生、今度そしたら、うん、別にこの僕と同じそのなんか地声とか整ったとか全然使うの OK なんで、うんうん、こういうなんだろうベクトルでいけます。はいはい、わかりました、わかりました、うん、僕じゃあ今度こういうベクトルでいけます。ああ、いいです、いいです、面白いこれいきましょう。交換条件、本質的なこと言いますよ。おはははは、超注目だ、相当な、面白いな、まあ、面白いな、それこそまあ有料級でもいいんじゃないですか。はい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 、はい、これはまあレッスン領域のことでも言いましょう。バンバン言いましょう。オッケーオッケー、一言で言いましょう。いや、そうですよね、スーパーサイヤ人チックな、チックなっていうか状態のこと。なるほど、状態、これなんだよな。あ、僕は、あ、僕はあれだな、あれだな、僕がよく言うやつ。オッケーオッケーです、いきますよ、はい、じゃあ終わりましたね。はい、いいですよ、いきますよ、せーの、はい、ドンドン、見えるかな、よし、あ、はい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 、なるほどなるほどなるほど、これなんで書いちゃったな、なんで書いてますか、バランスなんですよ。あー、はいはい、はい、日本語でもちろん均衡なんですよ。あー、なるほどなるほどなるほど、言っちゃったな、言っちゃった、これが本質なんですよ、ミックスのね、これ、はい、あれっすか、あ、後乗せっていうか、うん、後出しじゃんけんでいいっすか、うん、これちょっと書こうとしたんですよ。あ、ほんと、うん、ちょっと書こうとしたんだけど、はいはい、ちょっとなんかその、うんうん、ある種、うん、哲学的すぎた方が面白いかなと思って、うん、なるほど、ちょっとワードを変えたんですよ。バランスってなんかいいワードじゃないですか。あ、そうです、それこそこうバランスの取れたワードじゃないですか、うん、逆に何でしょう、圧倒です。おー、なんかこう対比感もあるな。あ、まあまあ確かに確かに確かに、どういうことあるかもしれない。圧倒ってどういうこと。あ、じゃあ僕からいきます、うん、いい、ちょっと聞きたい。これ迷ったんですよ、マジで。それこそバランスも迷ったし、あと迷ったのが綱渡りとか、うんうん、あ、いいね、うん、綱渡り、あとね、漠然とか、うんうんうん、迷ったんですよ。で最終的に圧倒になったんですけど、まあどれでもいいんですけど、なんかバランスっていうワードあるじゃないですか、ちょっと借りて申し訳ないんですけど、バランスとか綱渡りみたいな、その要はさっきの整った地声の整ったっていう部分なんですけど、そうね、まあ、ちょうど意味合い似てるから、そうなんです。でそこを保つために自分の体をもうめちゃくちゃ制御しないといけないんですよ。なるほど、そう、うんうんうん、支配しないといけない、はい、支配というワードを僕は圧倒と表現したんですけど、うんうん、なるほど、全てを一体化させるという。いやー、面白いね、習得過程の話よね、それはね。あ、なるほどなるほど、どうやって出すかっていう。あ、でもまあそうかもしれない、そうに近い、そうかもしれない、そうっす、なるほど、そうそうそう、圧倒感なんかこう、なんだろうな、結局凌駕していくみたいな、そう、凌駕していく、凌駕していく、
攻略していくというか。なるほどなるほど。挑戦した感じですよね。そうですね。もうちょっとこう俯瞰した感じ。あ、そうそうそう、俯瞰した感じ、うんうん、俯瞰してここを触る感じ。それわかるかもしれない。ここをコントロールするんですけど、ここではやんないんですよ。そうかもしれない。ここをだから漠然とかもやったんですよ、うん、漠然とめちゃくちゃコントロールするみたいな。ただコントロールしようとしすぎて、うんうん、喉声になるのはもう本末転倒みたいな。そういうイメージ。だからまあそれをもっと一般的に表すとバランスなんですけど、うんうんうん、まあなんか僕が書くと面白くないから、うんうん、やめましょう。そんな感じです。でもそれでじゃあ僕の解説に行くと、言っちゃってください。これ、ね、バランスっていうのはもう本質なんですよ、ね。まあそうなんだな。このはいはいはい、全てのバランスなんですよ。ああそうですね、いや何のバランスなんですかじゃなくて、全部のバランスなんですよ。いや本当にそうですね。はいはいはい、かけてもやめろ。本当にそうっすよ。本当にそうっすね。そう、分かる分かる、めっちゃこれめちゃくちゃ大事です。いや本当にそうっす、うん、生徒によく言いますもん。どっかだけ鍛えたらとりあえず出したいとかないんですよ。本当にそう。そうね、本当にそう。全部が整って、うん、全部を、コントロールして、 そしてバランスが取れた時に、うん、このミックスではできるわけです。そうですね、うん、僕よく言うのはなんか二と追うものは一と思えずというか、うんうんうん、いう状態がまずダメなんですよ。なるほど。二度とも追って偏るからね。そうそう、偏りがダメなんですよ、うんうん、だから二度追って二度得ないから、そう、二度得ないといけない。そうそう、一石で何鳥もこういかないといけない。そういう感じなんですよ。そう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 、まあ一石三鳥ですよ、ね。あ、まあ、そうっすね。まあ特にね、まあこれもずっと解説していってることだけど、はい、やはり呼吸のコントロール、静かなコントロール、うん、響きのコントロール、まあそういったところがミックスに対してはものすごく大事だから。そうです。それを全てコントロールして、自分の支配下に置かないといけない。そうです。圧倒しないとして、圧倒しないといけない。そうそう、それなんですよ。そういうことよ。それが圧倒感なんですよね。まあそうです。お前らちゃんとやれよって。そうそうそう。みたいな。より超然として支配的じゃなくて。そう支配しないと。なるほど。つながったね。そうそう。そうするとこうなるみたいな。まあ、これちょっとまたさらに解説すると、お願いします。その均衡っていうところで言うと、はい、まあ、このやはりミックスボイスっていう声帯振動が特殊なんですよ。はい、つまり、まあ、声帯っていうのはその物体のこのいわゆる振動ですから。はいはい、要するにその、いろんな振動がもの、まあ、そこはただの物体なんで、うん、あり得るわけじゃないですか、はい、なのでその物体が振動するときに、はい、より、バランスが取れた振動はっていうふうに考えていくと、答えは実は導いていけるっていうところなんですよ。たどり着く先なんですよ。あ、なるほど。声帯振動させていったときに、はい、突き詰めたときにあるものなんですよ。ああ、そうかもしれないですね、うん、そうかもしれない。突き詰めていくんだよな。急にこれは無理ですからね。そうですね。だからこう歌う声というよりは、うん、やっぱりそのまあ純粋な基礎トレの意識ですよ。そうですね、うん、研ぎ澄ましていく。そうするとなんだろう、その研ぎ澄ました状態を覚えることによって、うん、勝手に別にその歌のには応用ができるというか。あ、そうです、そうです。もちろん歌の練習は大事だし、そこからここがね導き出せることもあるんですけども、うん、ね、そうなんですよ。ベースになります。ベースになるから逆にこれができちゃうと、うん、これ以外気持ち悪くなるんですよ。うんうん、そう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 。出発時点ですから。あ、僕よく引き出しって言うんですけど。はいはい、そうですね。まあできるようになったら、このミックスの引き出しを手前に持ってくる作業が必要になってくるんですね。まあ、それが中級者 の、あれなんですけど。はいはい、うんうん、だからその常に一番手前の引き出しにしましょうねっていう。これを経て、うん、ニュアンスなんですよね。そうそうニュアンスが入ってから、ここがちょっと難しくて面白い。なるほど。いや、出揃いましたね。はい、さっきのそのなんかここの感覚論と、うん、なんかこう全体の感覚論みたいな、 そ、ね、それをちょっとそれぞれ交換条件でちょっとやってみました、はいはい、ノリでちょっとやってみたんですけど、はいはい、いや面白かったですね。面白かったです。いろいろまだあったんだよ、ね、まあまあまあ、おいおい話しましょう。本当そうな。はい、ということでですね、いや、めっちゃ面白かったですね。あ、そうね、なんか僕は嬉しかったっす、なんか、うんうん、いや本当になんかこう多分最初ミックスボイスをこう練習し始めたのっていうのは 4、5年前、ね、結構なんかこう暗闇をこうね、うん、光がなく歩いてた。まあそうかもしれない。みんなそうなんですけどね。そうかもしれない。その時に交わした言葉と今の言葉が全くこう違う言葉になっているので、嬉しい。なんか本当にね、たどり着いたというか、はい、今はなんかこう自信をね、持ってあ、自信は持ってます、うんうん、自信はめちゃくちゃ持ってます。今その感覚すごいいいんで、うん、ぜひそれをいろんな人に教えてあげる。あ、そうですね、うん、実際いつも今教えさせてもらってる、うんうん、いや本当にとこもあるんでね、もうめちゃくちゃ勉強になると思う。あ、いや、そうですね、いや嬉しい嬉しい。その辺がちょっと先生と噛み合う部分も多くて嬉しかった、うんうんうん、いや皆さんすごい多分参考になった人多いと思うし、あの練習の要は方向性が結構皆さんこう目をついたんじゃないかなって思いますけど、だからこんだけ断言したんですから。確かに確かに。結構なんかね、感覚ですけど、まあちょっと事実というか見たことを割と言えてる自信が多分各々それぞれ
あるし、うん、結構こうですって言えてると思うので、うん、あの練習方法に迷ってる人すごい多いじゃないですか、うん、ノウハウをだけこう、ね、吸収しちゃって、うん、がんじがらめみたいな人多いと思うんですけど、そういう人たちの道しるべになったら今日嬉しいなと思いましたんで、うんうん、あのそういう方参考になったよという方はぜひあのグッドボタンと、リズのチャンネルとあと僕のチャンネルもよろしければ、登録よろしくお願いしますということで、はい、じゃあ今日はありがとうございました、はい、またお送りいたしましょう、バイバイ。